かっていうとちょっと仕事中毒に近いものがあるから、あっちもこうバンドが支えになってるっていうの。だからそれはもう10年前からずっと変わんないんだけど、それでライブに出るともう一気にそれがハーンと出てスッキリするっていうのかな。一番だから直接もう見る人も前にいるから、帰ってくるのが素直だからね。そういう部分が多分自分の性格にすごく合ってるんじゃないかと。繰り返しが来る場所なんですよ。だから例えばその盛り上がってね、気分がこう高揚してきて、なんていうのかな、すごくそれがこうもう気持ちよくなってしまう、うわーってなる音のと、あとこう逆にこうすごくクールにね、なんか演奏しなくちゃいけないでしょ、まあ、ちゃんとそのなんていうのかな、両方のがガン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 来るんで、それがすごく気持ちがいい。頭が冷めながらもこう盛り上がってくる、あれ手は動いちゃうというね、なんかそういうものが交互に来るんで、なんか独特の快感ですね、快感と言ってしまいましょう。
難しいもんだな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。90年のマジックモーメント、とりあえず閉め、今日風船がね、泣かせたね。スタッフのね、スタッフがね、内緒でね、知らない間にあれは盛り上がりましたね。業務ノート、このようなニットになってらずにっていうので、あ、丸付けてありましょう。この差は福井終わり長かったし、よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、どんどん転がし、お疲れ様でした。お待ちください。遠く離れた街へも暗く夢を見る人たちへ、okay、みんな同じ We are all dreamers。
やっぱり自分にとってもバンドにとってもやっぱりすごいなんていうのかな、バンドをやってることをすごい確認できるっていうのかな、自分が何をやりたいのか明確にしてくれる場っていうのかな、うん、大音量とド派手さとあとはかっこいいことですよね、うん、
いろんなところで見に来てくれるファンっていうのも大切にあるんですけどね、それよりやっぱりもっとバンドが固まっていく過程の一つみたいな、かなり大切な一つですね。ラン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 
全然違う環境が怖いのだったから、あれでしょ、全員外人だ、ね、全員外人失礼だ、ね、うん、だからあんまり良すぎるさ、なんていうの、良すぎるメディーがたくさんあっても全部がいいっていう風になっちゃったらどれがいいのか分かんないっていう感じなのかもしれない。いや本当にそうだったらもう大万々歳だったよね、うん、4番打者は揃ってるが、外人も多くだわみたいな。ただでもそこでこれは最高よって決めかねてるのってね、ちょっとおかしいんですね。
締めかねて。自分の思った通りになんか物が表現できない時とかっていうのは、まあ結果的にできちゃったんですけど、そういうのをすり抜ける瞬間みたいのがものすごく気持ちいいっていうかね。ギリギリのところからこう這い上がるみたいな感じは、まあ今だから本当になんか。よかったよかったみたいなノリなんだけど、やってる時はもう本当どうしようもないって感じでしたけどね、うん、でもそういうのがすごい気持ちいいんだなってのが分かりましたね今回。Thank you.
物は試した。この際、この際もうどこまで打つかの正義があるんですけど。メンバー同士理解の場ですね。遠足アレンジは、遊び。
前半の方がいいって感じだね、なんか。大人っぽいよね。え？そんなそういうわけのわかんないことで納得させようとかっていう。大人っぽいとか。絶対箱番っぽいとかバックっぽいとか。安定感がある。安定感がある。うん。どうしよう。うん。サビは2箇所。サビは2箇所。じゃあちょっとその前のね、ドラムベース通しで。と喜び、ドラムを叩きながら割といろんな聞こえる音みたいのをね、いい形で出せるようになってきたっていうのがね、やっててもすごい楽しいし、それがバンドの中でもすごくしっくりいくようになってきてますね。
を特にイメージ通りにベースも弾けてドラムの人も叩いてくれた時なんていうのは本当これだぜみたいなね喜びやっぱりありますからね。その瞬間を得るためだけにやってるってとこありますよね。レコーディング、なんか修練の場ですかね。いやでも楽しいけどね。どっちかな。楽しいのと楽しい両方だけど。でも最近は楽しい方に行ってるから、それも2週間ぐらいで、あまりに追い詰められたので1日で書いてしまったんですが、今回は本当にさっきも言ったように時間が多くていろいろ考えすぎちゃって結構でも行き着いたところがやっぱし、尊いものみたいな感じで、まあキーワード的なもんでずっと浮かんでたのはプレシャスという言葉で、それが一番ポイントになっている詩の輪郭だと思うんですが、まだ途中なんで分かりません。みんなで今までにないくらい割と話したりとかしちゃディスカッションしちゃったもんだから余計煮詰まりじゃないとは思うんですが、詩とかも最初はこう今13曲ぐらい入れようと思ってるんですが、その11ぐらいまでは結構いけたんですが、あとの2曲で結構つまずきまして、全く真っ白の世界っていうこの曲は一体何だろうみたいなね、こう1日に20回や30回聴くんだけど何にも分からなかったりとか、それは結構一番辛いと、ペンが動かないのが辛いと、そういう感じの結構今回2曲あったなという。レコーディングリハも曲作りもみんな好きですね。それはなんていうのかな、まあ好きになったって言えるのは本当最近なんだけど、この間のなんかそのものを作る喜びみたいのかな、なんかものが作品ができてく過程の中での自分の気持ちの変化みたいのがなんか今まで発見できなかった自分っていうのかな、そういうのが見つけられてすごい良かったなっていうか、確かに辛いんだけど作業的には、でもそういう中で本当のなんか自分みたいの、これが本当の自分じゃないかなみたいなものが少し見えたっていうのがすごい嬉しくて、
際やり始めてからはなんか違うってのは分かるんだけど、これじゃないなっていうのは分かるんだけど、これだっていうのが見つけらんなくてね。常に求めてるものの方が、高いところにあるみたいな、なんかそういうのが、まあ今は分かってよかったなみたいなね。まあその辺のギャップに苦しんだってのもあるんだけど、実際やってる時は、だから今回出来上がった例えば自分の作品なんかは、やっぱり自分の意図してたところ、結果としてね、自分の意図、最初に意図してたものとは随分違うものになったと。それがなんかすごい嬉しいですね。RR7 カット1。もう一度。すいません。もう挟んだな。RR7 カット1。ナガナちゃんカモン。ギターでしかできないことってすごくいっぱいあって、ギターっていうのはやっぱりこういうふうに弦をね震わせて、この震わせ方に全然その人の個性みたいな今までの経てきたものとかものが全部出ちゃうんですよ。だからキーボードは鍵盤ポンって押せば絶対同じ音がポンってなるだけなんだけど、ギターっていうのはこのこれに全てが簡単に言っちゃうとね、あとまあもちろんこのこっち側の弾き方とかにもそれぞれその人の癖とか今まで経てきたものとか、なんていうのかな、もう本当に出ちゃうんです。だから絶対ね、誰が弾いてもどんなに違うギターを弾いても俺なんか同じ音だってよく言われるし、ケイ、あれ、ここ、いや、転調前だったことを忘れてた今、転調したフレーズに俺何忘れてた、ちょっとおちゃらけよWhat?
昔はなんとかな、もうやっぱり人なりにこういうやつこういうんでなんか早く行けばいいんだっていうのがあったけど、そうじゃなくてやっぱり一発こういうのでビューンこういうふうにやこうやってるだけでその人のなんかおーって思わせるようなものが出てきたらいいんで、それはもうテクニックとかじゃなくてなんかもうやっぱりその人の個性っていうのが丸出しになっちゃう楽器なんてもうやればやるほど面白いし誇りを感じてます。安易にじゃあこれでっていう風にあの詩とかも書けたんだけど、なんか安易すぎちゃうと今度は上にそういうほら良かったっていうのがあるから、その上に油を書くような感じっていうのだけはしたくないから、すごい何回も確認しちゃうわけよ。おーおーみたいなさ、ちゃんと道筋は立ってるのかなとか。で余計曲が今回出た時にもそれは一番神経使ったかな、なんかまだいまいちじゃないみたいなことを結構言ったんだね。あの前までそんなことって言わないんだけど、他の人が作っている曲にね結構詞をつけてそのまますぐアルバムに入ったって感じなんだけど、今回は割とはっきり言ったからね、うん、だからそれだけ結構苦しんだかも、私が結構翻弄させてしまったのかもしれないけど、まあ、結構今回はとりあえず大変だから、できれば結構出来上がったら嬉しいアルバムになるのかもしれないけど、私はまだ僕歌もあるからね。はい、それでは。
バンドで初めて外で、まあ、やったというか気持ちよかったですね。なんか海の上って寒かったけども、あのプレイヤーズラブっていう曲はちょうどそのシーズンっていうかね、季節に、まあ、戦争とかが起きたりとかして、結構考えることも多くて、あの作ってからですよね。だから年が明けたらなんかボタボタ始まっちゃって、でプレシャスラブの詩を書いた時はあんまりそんな、まあバッバッと書いちゃったんだけど、割とこう今の時代にすごい訴えられるんだなみたいなのが出てきて、ライブとかでもすごいテンションが高くなる曲なので、この間はすごいそういう海に出てってね、あの本当に空と海のところ出てきて、みんなも気持ちよさそうだった、うん。そうだな、胃が痛い、うん、でも結構作品がどんどんクオリティの高さを望むので、一生懸命作るな、うん。仏、自分のあのすごい理想としてるバンド像みたいなものと、もちろんそれをずっと実現させてきている過程ではあるんだけど、それを聞く側とのギャップがかなり広がってきてるっていうのね、あの長いツアーなんかの過程で感じることがたくさんあった。それを埋めるためにどうしてもやんなきゃいけないことっていうのがいくつかあって、それをやったアルバムだと思いますね。いい瞬間っていうか、そのライブでしか味わえないいい瞬間みたいのを感じたんで、それをこうプレシャスでお皿にして、でまあしたくて、でまあそれを持って今度ツアーに行くという、まあだからそういうのを考えたのは今回が初めてじゃないか。欲望、ツアー、長いけど、あの妙な連帯感が生まれる場所。自分にとってパーソンズってのはかけがえのないもので、やっぱりほら大切なものとかさ、そういうものって身近にありすぎちゃうと忘れちゃうってところあるじゃない。このバンドがいかに自分にとって大切かっていうのを常に確認していきたいと思うんだよね。その場が例えばライブであったりレコーディングだったりとかすると思うんだけど、常にそれだけは忘れたくないと思ってます。
なフィルを閉じて本日はパーソンズコンサートツアードリーマーズオンリースペシャルツーにご来場いただき誠にありがとうございました。本日のコンサートはすべて終了いたしました。足元にお気をつけてお帰りください。こういう感じですね。なお本日ロビーにおきまして気合がピカイチに入ってましたけどね。あれが怖いです。どんどん日増しに長くなっていって、一曲の曲より長いんですよ。今日と明日で終わりなんだから、終わりなんだよ。分かんないもん。とりあえず、悔いのないように、やり残しのないように。いや、麦の前のインプロビゼーション部門の部分とかね、そういうのもなかなか充実してきてるし、これなかなかいい傾向だと思います。はい、ジル。というのは彼らの心の中だけではないでしょうか。いいんだよそれで、それでいいんだよ。
虹の彼方へ。
ヌキホール、去年の去年じゃないか、いつからだっけ、1年間追っかけた、ドキュメントビデオを今撮っている最中です。もうそろそろ1年経っちゃうんだけど、今日はカメラの人たち頑張ってます。ステージの上にもいるよ。バンドが1年動いていくありさまを素晴らしい、ドキュメントタッチのビデオにして、みんなに多分、6月ぐらいには送られると思いません、ね、なるだけ送れないようにしたいと思います。今日はプレシャスの曲をいっぱいやったけど、パーソンズ、私たち、みんなに、とても問いかけた、言葉でもあるわけで、パーソンズにとって、大切なものは音楽です。イエーイ。OK、 あと大切な、
介します。世界一のギタリスト本田剛志、世界一のベーシスト渡辺美智君、世界一のドラムス藤田トム、日本一のジルです。イエイ、最近すごいステージで異様にします、ステージに楽屋でステージに出る前に、ステージに出ていく自分を考えるとすごい感動しちゃう、ワクワクしちゃう、なんかドキドキしちゃうっていう、それも毎回続いてるから多分プレシャスずっと続くんじゃないかと思うんですけど、ツアーもですね、もうそろそろ勢いがかかってもいい頃じゃないかということで、今日はバレンタインデーですね、そういう時にやはり1曲目ベイビークレイジーでかまします。Merry Christmas.